殿浦カツオマグロ祭りが初開催。日南市南郷町にある殿浦漁港には色鮮やかな大漁旗が飾られ、魚の干物や加工品、野菜などが販売されていました。すいません、お楽しみ抽選会につきましては10時からの開始となってますので、行列の正体はカツオの刺身の振る舞い、そしてマグロと初カツオの解体ショー。近海沖で獲れた約3キロほどある初カツオが職員によって見事にさばかれていきます。子供たちも注目する中、次はわら焼きにして炙り始めました。わら焼きにされたカツオは来場者に振る舞われ、塩をつけて美味しそうに食べていました。美味しいです、脂乗ってて。宮崎で水揚げされた 1.5 キロほどの初カツオが1本900円で販売。カツオ1本売りは最近見かけない中、用意された57本は瞬く間に完売。ありがとうございます。残念なことに買えなかった人は、買えなかったです、はい、息子が帰ってるから福岡に持たせようかなと思って並びました。負け組ですね。この後、甘い醤油につけたカツオをご飯にのせたカツオ飯の試食が100人に振る舞われました。どうぞ。ありがとうございます。お箸はこちらの方で、はい、どうぞ。美味しい、でも新鮮ですごく美味しい、本当に。3月1日から1ヶ月間ワンコインで食べられるカツオ飯フェアが南郷町内の飲食店で開かれますよ。会場にはリジバリでできたカツを釣るお守りを販売するお店もありました。カツをバリを使ってますので、カツを釣るっていうので運が良くなるっていうので、受験の合格とか金運とか大量とか良縁とか健康、何でも結構です。どうやらこのお守りは漁師の手作りで、霧島神社にて祈祷されているので、ご利益が期待できそうです。このほか昔の港の写真や魚群探知機などの展示も注目を集めていましたよ。魚食の PR と地域活性化を目指して開かれた殿浦カツオマグロ祭り。初カツオシーズンということもあり、会場にはおよそ1000人以上が市内外から訪れてにぎわっていました。